Fight for your freedom!こんばんは。こんばんは。本日もやってまいりました。フリーダムズの鳥越アズリエフェン番組、ファイトフォーユアフリーダムズでございます。はい。さあ、ベルトをそんな置き方をしない。どうすればいいか。こうやってちゃんと置く。いや、だって袋はない。君、袋取りに行ってください。え、ベルトを切っちゃわない。こんな。ベルトをボンと置かない。ベルトに失礼でしょう。愛してるはい、というわけで本日の MC は私、杉浦マンと、はい、ゲストはこちら正岡大輔です。はい、よろしくお願いします。正岡さん、珍しいですね、はい、あなたがここにいるのも。そうね、珍しいね、はい、なんで今日ここにいるんですか。今日記者会見があって。そう、はい、今日ね、昼間に7月10日のねゴールデンホール大会に向けての記者会見がね、はい、都内であったんですよ。ありましたね、はい、でみんなでコメント出して、はい、大丈夫、ちゃんと王者なんですからベルトは大事にしてください。大事にしますよ、はい、ね、ちゃんとチェーンもついてね、ベルトもね。そうこれはね、弾もつきましたかね、ちゃんと。ちゃんと ね、 ね、ベルトは大事にしてください。ベルトは大事にしてるよ。はい、というわけで正岡大輔さん、はい、今日何しましたって今言おうとしたんですけど、はい、もう言ったよ、ね、もう言いましたよね。まあね、ここに来る前に僕たちはちょっと駅前の餃子の王将で大量のニンニクの入った餃子をタラッタラッってきたんで、スタジオの皆さんには申し訳ないんですけども、我々は今日口臭でやらせていただいておりますので、はい、すいません。皆さんもここの空気は結構やばいという気持ちで今日は見てください。はい、よろしくお願いします。というわけでございますけどもね、はい、こちらのお部屋はちゃんとあのコロナウイルス感染予防対策を徹底しておりますので、はい、正岡さんの臭い口の匂いも、このアクリルボードで、はい、このアクリルボードで僕までには防がれ、うん、そしてお部屋の換気も徹底されておりますので、ちゃんとしろ、はい、正岡大輔の臭い口もちゃんと空気入れ上がってますんで、うん、はい、コロナウイルスと口臭の予防対策は徹底しておりますので、はい、皆様本日の放送もね、安心してご覧くださいませ。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、こちらの放送はですね、生放送でお送りしております。はい、皆様、正岡大輔への応援メッセージやご質問などはですね、ツイッターで、アットアズパン FM アット AZPANFM を添えてツイッターで投稿してください。はい、皆様の素敵なコメントはですね、巨漢が皆様の素敵なコメントを今日も発表させていただきますので、はい、巨漢の君、何か一言。はい、こんばんは、巨漢の天の声です、はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、コメントいっぱい今日届くと思うんでね、正岡大輔さん人気だから、はい、はい、そのあたりよろしくお願いしますよ。お願いします。はい、お願いいたします。はい、大輔、正岡大輔さん、はい、はい、我々プロレスリングフリーダムズですね、ベルトマイクしちゃう。はい、我々プロレスリングフリーダムズですね、なんと全国のコンビニエンスストアでですね、はい、e プリントサービスというものを今展開しておりまして、はい、はい、全国のコンビニ、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラ、デイリーヤマザキ、セイコーマートのマルチコピー機の e プリントサービスにて、ビッグマッチのリングサイド写真やスペシャルなお写真が手に入る素敵なサービスを展開しております。はい、価格は L サイズ200円、 2L サイズは400円となっておりまして、はい、現在販売しておりますシリーズはですね、オリジナルブロマイド、はい、こちらが 5.27 後楽園ホール大会、 5.3 横浜武道館大会、 3.29 後楽園ホール大会、 2.3 後楽園ホール大会の、お写真が今オリジナルブロマイドとして出ております。なんと私はですね、はい、今日近くのコンビニで1枚買ってまいりました。それがこちらですね。これアップしてもらえます？はい、いけるかな。はい、これが新シリーズの、これ5月27日の作田敏之戦の正岡大輔さんですね。ちょっとね、あなたちょっと写真曲がってないですか。ちょ、カバンに入れてたね。存在に扱ったろお前。買ってカバンにこって入れといたら、
ちょっと折りついてんじゃねえかよ。折り目ついちゃったんでこれあげますよ。じゃあ記念に、ありがとう、記念に持って帰ってくださいこれね。おろきっぽいね。はい、まあね、その他にもですね、今得点ゲーター欠場中の、藤田実エイド、そして植木孝之エイドも引退、しておりますので、こちらのねエイドの収益は、現在欠場中の選手の方に、全額い、きますので、ぜひ皆様ご協力よろしくお願いいたします。素晴らしい活動です。そうですね、はい。そしてですね、7月11日からですね、新しく、また剣豪エイドというものが、はい、発売予定しております。お、はい、まあ、ちょっとここでね、一つ入れさせてもらうんですけども、フリーダムズに、レギュラー参戦してくれております。はい、現在ね UWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオン、チャンピオンでした、ケンゴ選手が、頸椎ヘルニアを発症いたしまして、はい、長期欠場に入ることになりました。現在復帰時期は未定ということなんですけども、はい、で今日の会見で、UWA ジュニア王座の方は、返上になりまして、はい、まあ、ちょっと欠場に入るということで、フリーダムズもね、ケンゴ選手にすごい、助けてもらっております団体ですので、ぜひ皆様ケンゴエイド7月11日から、展開予定ですので、皆様こちらの方もよろしくお願いいたします。はい、さあまだコメントは届かないが、コメントは来ないが、そんな早くコメント来ました、ありがとうございます。はい、そんな早いなコメント、それはこう今アイドリング中なんでね。あ、そう。はい、じゃあ、トカン。はい、ねねさんから、はい、杉浦さんへ、はい、昨日は怪物たちの宴お疲れ様でした。ありがとうございます。3日の仙台、10日のホールと ERE との対戦がぶつきました、うん、勝利を期待しています。ありがとうございます。はい、はい、続きまして正岡さん、杉浦さん、MC お疲れ様です。はい、こちら。正岡さんに質問です。はい。昨日の、あ、杉浦さんに質問です。杉浦さんに、はい、昨日のイベントでの入場途中で、はい、トイレに行く展開、めっちゃ面白かったです。はい。いつも試合直前にトイレに行っているのでしょうか。直前どころじゃないね。ずっと行ってるね。昨日の、まあ、そのマットプロレスがあったの、昨日。うん。はい。中川翔太選手が、主催するマットプロレスが下北沢であって、でそこのやっぱお店でやってるんで、バーでやってたんで試合が、あのお店にしかトイレがないから、うん、もう試合前にトイレ行けなくて、行くチャンスがなくて、入場するして1階で顔出してお客さんに、うん、ごめん、ちょっと証明してくるわっつって証明してから入場したんです。あ、うん、大変だったんだ。あ、でもなんかよくなんかちょっと見る光景では、そう、しょうがないでしょ、だってしょうがない、しょうがないよ、みんなって頻尿なんだもん、おじさんだから。よろしいですか。はい、はい、まだあります。はい、ひろしさんから、はい、よし、はい、久しぶりの正岡さん、お、はい、若い頃の写真がついてますね。うん、何ですか。おお、これは若いね、ガリガリだね。2000何年ぐらい、2014年ぐらいですか、これぐらいかな。キーポンスマイリングの T シャツ着てるんで、いやこれ夜か、これ大丈夫でしょうか。カリッカリなのよ、カリカリですね、写真、うん、ね、まあそんなわけで大輔さん、はい、今日もやっていきますんで、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ本日のメインテーマに入りますか。入りましょう。はい、まずはですね、あさってですね、もうあさって7月3日に開催されますフリーダムズ宮城県は仙台ピット大会の見どころの方ですね。はい、はい、対戦カード発表とともに正岡さんによる見どころ解説をしていただきたいなと思います。はい、はい、参りますか。まず第1試合からですね。はい、まず第1試合が、シックスメンタグマッチ、はい、香取隆弘、伊坂レオ、相沢ナンバーワン VS バラモン州バラモン系劣化。はい、どうですか、大輔さんから見てこちらの試合は。そうね、なんかダムズに参戦してる若い人たちと、うん、あの仙台でいつも出てくれてる相澤さん、ね、シャンパンおじさんね、シャンパンおじさん、一回対戦したことあるような気がするな、相澤くん。相澤さんですか。はい、いや、めっちゃハートいいですからね。まあいい人っていうイメージはある、はい、で、まあもう対戦相手はもう勇猛ながらって感じですね。もうこの人たちの試合になるでしょう。まあね、
まあ、はい、相澤さんとねバラモン兄弟は道のくプロレスで一緒にやってた間柄ですね。おお、はい、それはそれはそう。だそういうところのそういうところの駆け引き、ね、そう、古の駆け引きが古の駆け引きが相澤さんもだからあんまりそのフリーダムズの仙台出る時も結構ね、こうなんかジュニアするよりかは強者と当たって、うん、こうね、なんか仙台のやっぱ地元のお客さんに熱いハートを届けるっていう結構試合も多かったんで、多かったですね。そうだ、こうやってこうねがっちりジュニアの試合もなかなかないから、うん、逆にちょっとこれは新鮮な戦いになるかもしれない、ね、ちょっと楽しみではある。はい、そんなシックスメンです。はい、香取伊坂は食われるなよ。はい、続きましてタッグマッチ、はい、ケンタロウドラゴンリブレ VS バンベールネグロバンベルジャック。はい、こちらはフリーダムズジュニア対マイウェイの戦いになりますね。ですね。はい、いかがですか。これでも正直どうなんですかね、マイウェイの人たちって仙台行ったことあるんだろうか。わかんない。ないかな、うん、多分結構びっくりするとは思うんですよね。あのマイウェイの人たち本当に飛び技、そういう動きの速さ、うん、ではもう本当に結構光るものがあると思うんで、あとはそのゲンさんのテクニックと、うん、ドラゴンリブレーっていうね、あの人間がどんだけやっぱそのスピードに対応するかっていうところかなと思うんですよね。結局この試合はゲンちゃんがレスリングマスターで来るか吉賀洋さんで来るかによって、どっちかだねこの試合の展開も多分変わってくると思うんで、大丈夫ですこれ。え、あ、ラジオだから、ネットラジオだから大丈夫です、これネットなんで、はい、知らないよ、苦情来てもそうね、まあでもね、やっぱこの、ね、バンベルジャック君のね、うん、やっぱね、その仙台の皆様には、仙台のフリーダムズファンの皆様の目にはまだ届いてないところも多分あると思うから、うん、ちょっとそこはびっくりさせてもらいたいところでありますね。そうだね、はい、じゃあドラゴンリブレさん、あなたも食われないように気をつけてください。はい、じゃあ次の試合、食われるだろうかわいそうと言うなよ明日一緒に練習するんだから、教えてやってくれ、ね、はい、じゃあ続きましてですね、はい、続きまして第3試合タッグマッチですね、平田智也山下里奈 VS 海和達人カムイ。はい、いかがですか。これはもう平田くんが、うんうん、との高岩さんとの当たりはこれ見ものだね。ですね。ねえ、巨漢対潮流、巨漢対、ね、もうジュニアで、もう新日本のジュニアが一番やばかった時期を、うん、あの戦い抜いてきた人たちなんで、本当にねえ、ちょっとそれが楽しみかな。そうですね。まあちょっとね、巨漢さんにもね、ちょっと一言聞いてみたいですね。はい、どうですか。自分も高岩さんと当たるの久しぶりなんで、すごいぶつかり合いできるのが楽しみです。自分もって、あなた平田さんだったんですか。巨漢です。巨漢さん、巨漢なんですか。あとはやっぱアメリカ帰りで山下里奈で、今回イタリア帰りっちゅうのも入りますからね。いろいろね、イタリアも大変だったらしくてね、はい、あ、そう、そう、あの、なんか豆情報あるんですか。豆情報があるんですよ、はい、イタリアでなんかツイッター見てて、うん、でイタリアでなんか帰れるか帰れるか分かんねえっつってツイッター書いてあって、いいねだけ押しておきましたひどいお前迷惑ばっかけたのによ、はい、であとはもうやっぱダムズのね、カムイさん、カムイさんはね、そう、山下対カムイさんはアンチェイン対決になりますからね。アンチェイン対決ですね。これ同門対決なんですけど、うん、お互いの手の内をやっぱ知ってる者同士の戦いなんで、ね、これもちょっと見物ではありますよ、うん、なんか普段あんまり組まない人同士の組み合わせだから、うん、だいたいなんかね、組むなら平田高岩さん対山下カムイみたいな感じの方がなんかね、見そうなカードだから、うん、そう、それをなかなか見れないから、それをちょっと崩してなんか崩れてるから、ちょっとこれは仙台の皆さんはちょっとレアカードですよね、これは。レアカードね。はい、どうしました巨漢さん、なんかあります？はい、コメントが入ります、はい、ダムズのレアキャラ正岡選手登場待ちわびておりました、はい、両選手に質問です。次々熱い選手が登場しておりますが、ぜひこの人と絡みたいという選手はいますか。私から、それ私から、いや、あなたから言うじゃん、うん、俺的にはもうドリューパーカーワンマンな気になるね
なんかこの前ちょびっと試合は絡んだんだけど、そのまだ腹の部分見れてないから、うん、どんな人間なのかなっていうのはちょっと試合を通じてちょっと覗いてみたいかなって思ってる。まあやりたい人間って言ったらいっぱいいるからね。僕はかな、うん、私はね優勢ストレージャー、はい、おお、なぜそこに。そうでしょう。いやでもまあまあ言うことは分かる。そう分かるでしょ。彼は、ね、彼はあの光るものを感じるんで、うん、感じるね、はい、まあ面白いんじゃないかなと思って、うん、はい、以上です。まだです。はい、行きます。はい、家を整理していたら、うん、こんなものが出てきました。して中学校です。21歳。うわ懐かしい。これ僕、これはね、僕ん家にもあるんですけど、これフリーダムズに僕が入った時のパンフレットですね。これ杉浦と21歳、今年32歳だからね。はい、ありがとう。もう10年前か。そうだよ、もうだから僕もだから今年の5月でフリーダム所属して10年になるんで。おお、意外とね長いのよ。長いね。長いの。はい、だ多分もう今のフリーダムズファンの人からしたら多分僕生え抜きだと思われてるんでそう、多分そう、まあだろうね。そう、あデビューフリーダムズじゃないんだって結構やっぱ言われるんですよ、もうここまで。あ、そう言われます。そうなんだ、はい、名古屋から、名古屋のあの、ね、田舎から出てきました。田舎から出てきましたからね、僕ら。はい、じゃあそんなわけで続きいきましょうか。続きまして第4試合セミファイナルですね。狂気持ち込みデスマッチ、杉浦徹 VS ドブネズミ復帰。おこれですよ。いやこれマジでね、ちょっとね、もうこれに関してはね、うん、ちょっともう腹立ってしょうがなくて、マジで、うん、まあベルトを勝手に持って帰られてるからね。そう、まあまあまあね、まあ前回のね6月の新木場で、6月の終わりの新木場で、まあ、まあ欠場中だった最上級の介入があって、僕はまあ吹本健二から負けました。はい、はい、でまあね、そのままなんか最上が調子こいて、僕らのベルト本部席からそのまま窃盗してて、うん、まあそれ持って帰られて、はい、まあまあまあこの後また話するんですけど、まあ4月10日にのコラケンホールでは、まあ、タッグタイトル戦がまあこれで決まったんですよ、うん、はい、まあもうまあ俺がやらせろっつったんで、はい、でまあその前に、まあ、仙台で、まあ、先にね吹本とあのシングルマッチが決まったので、まあここで一発もうぶっかましておいて、吹本、吹本、あ、分かるでしょ誰がどう見ても吹本じゃん。はい、だってなんか喋れない的な感じ、ね、バカだから、やってることだから、うん、もう俺この人結構古い頃から知ってるからそう、もう浅いんですよ、まあ、まあそうだよね、何にしてもやることが浅いのよ、この人は。正直あの木本健二は DP の畑に出てたから、そう出てたから、何にして もう浅いのよ。だから結局いい悪い入りにしても、なんかどうせマスクマンやるのも、もうどうせ浅い考えでしかやってないから、そうだから腹立つんですよ。ポーズも一緒だしな。でまあね、まあ、タイトルマッチ10日に決まったんで、もうその前に、はい、まあ、ここで潰しといて、うん、でもベルトをもうここでもうちゃんと返してもらう、もうすいませんでしたっつって返させる、すいませんでしたっつって頭下げさせて、はい、でそんで気持ちよくもうタイトル戦になるぞ思うと思うんで。なるほどね、はい、まあ、まあこうやって、まあ、こいつらにベルトを、ね、そのまま盗まれたのはまあ完全に僕の責任なんで、うん、はい、まあ、そこの、まあ、尻拭いは、まあ、ここは僕一人で言わせてもらうんで、はい、ここは徹底的にね、まあ、仙台ではもう吹本にマジで頭下げさせるんで、すいませんっつって、うん、はい、そのぐらい徹底的にやってやりたいと思いますね。はい、おい、じゃ続きましてメイベント、株式会社ファインエースト様プレゼンツ、森の都の乱蛍光灯スクランブル トルネードデスマッチ、はい、正岡大輔、笠井純、佐々木隆 VS ビオレントジャック、ドリューパーカー、作田敏之、はい、はい、さあどうですか当事者正岡大輔。当事者正岡大輔として、はい、あの後楽園に当たる3人が相手なんですよ。そうですね、うん、はい、でこっちはあの代表が入っているという感じなんですよね、うんうん、だからまあ正直後楽園前にこいつらになんかある意味分からせてやれる場所ではあるかなと。一緒だね、考えがね、うん、正直いやプロレスラーとしてやっぱりねリング立って誰にも負けたくないから、うんうん、だからもう全然
あのガッツリ勝ちに行くつもりで行こうかなと思ってますけど、まさか大輔が仙台で王者たる戦いを見せちゃるとですね。はい、ね、でも味方にもねいるから、東北好きなおじさんが、うん、ああ仙台だけどもそうね、東北大好きおじさんがいるから、うん、ね、ちょっと頼みますよ。じゃあ代表見てない、知らん見てる時と見てない時があるから、今賭けに出たから、今賭けに出たねおお、こいつすごいな。いや俺そんな教え方したつもりないんだけどな、ね、そう、まあでもね、まあホールと、まあ、ちょっと似通ってる部分はあるかもしれないけど、うん、またそれは別の戦いではあるからね。やっぱ仙台でしか生まれない戦いがあるから、うん、でも正直やっぱり誰がどう目立つかだよ、うん、だから本当全員的よ、これ絶対全員的よ、全員的でしょこれ特にやっぱ仙台好き好きをするちょっとねグイグイ来ちゃうかもしれないけど、そこはやっぱ王者として頑張ります。いいところ見せてほしいですね。はい、はい、仙台大会は、以上全5試合ですかね、全5試合となります。はい、大会詳細の方もね、行ってまいりますかね。4月3日、日曜日、あさってですね、もう宮城仙台ピット大会は、16時半会場、17時開始。前売りチケット料金は、最前列スーパーシードがすでに完売で、リングサイドが5000円、当日券の方は5500円となっております。はい、入場時に別途ワンドリンク代600円が必要で、注文できるものはソフトドリンクのみとなっておりますので、皆様ご注意ください。はい、チケット取扱いの方はフリーダムズ公式予約フォーム、チケットピア、プロレス酒場ゴールド、バー植木戸、カハリブレ、秘密キッチン、グズラモズラで販売しております。はい、仙台の皆様ね、ぜひフリーダムズを見て元気を出してください。はい、そして日曜日なので仙台だけでなく東京からも来れる、いけるね、いける、新幹線も帰りの新幹線も間に合う。はい、多分大阪からも飛行機乗れば行ける。行ける。行ける。はい。ね。はい。ぜひ皆様ね、フリーダムズの、地方大会も面白いこと間違いなしですのでね。はい。あさっては仙台でお会いいたしましょう。はい。じゃあ続きましてですね、次の大会の話に参りましょう。はい。はい。続きまして、本日、全対戦カードね、こちらも、記者会見の方で発表されました。7月10日、日曜日。葛西潤プロデュース工業東京デスマッチカーニバル2022、ボリューム1後楽園ホール大会の、対戦カードをね見てまいりましょう。はい、はい、まずですね、第1試合からいきますか。はい、第1試合が、フリーダムズ対 2AW 対抗戦タグマッチ、ドラゴンリブレ劣化 VS ホンダ歩夢チチャリート勝機。はい、ね、まさかのね VS を飛び出して、うん、ねえ、ね、2AW からそう、後楽園ホール大会に 2AW からホンダ歩夢とチチャリートが乗り込んでくるということですけど、うん、いかがですか。いや、これまあなんていうんですかね、ホンダ歩夢くんがものすごいくせ者なのよ、うん、ねえ、うん、わけわからんもん、関節技とか突然やる、そうだからね、なんか翻弄されないように頑張ってほしいよね、うん、ドラゴンリブレくんにはまあね、まあで、レッカさんはまあね、まあ、フリーダム所属ではないですけども、やっぱレギュラー選手としてね、うん、いつも言ってるんで、そう、ね、ドラゴンリブレがなんかこうやっぱ対抗戦とかになると、自分が所属として、やっぱフリーダム所属として自分が一番やっていきたいと思うんでっていうコメント出すと、大体レッカさんが所属とか関係ないよっつって俺だってフリーダムだよっつってこうかぶせに来るんでレッカさんは愛は感じるんですよね、だから、うん、はい、ただ足並みは揃ってない、全然揃ってないみんな俺がだからそう、ね、いやでもそれがフリーダムズのいいところでもありますからね、全員自由だからね、みんな団体のことは好きだけど足並みは揃ってない、うん、揃ってないまあそういうところでね、そこが吉と出るか京と出るか頼むぞ、ね、まあね、でもまあ僕らもね4月の17日ですかね、 2W とね、うん、対抗戦 VS のねあるからね、そう大会もあるんで、まあその前にちょっと一発かましてもらいたいですね、デブレさんとレッカさんには。はい、じゃあぜひ 2AW クソ千葉県民どもをぶっ倒してやってくださいよ。お前の千葉県民じゃん、はい、次参りましょう、はい、次参りましょう、はい、続きまして第2試合シングルマッチ、カムイ VS 香取高弘、はい、
これも今まであったシングル、あんま覚えてないですね。ねえ、なかなかね、珍しい。珍しいよ ね, ね。どうですか、こう、まあ、正岡さんどっちも仲いいじゃないですか。まあ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 、まあ、はい、どう見ますこの試合は。この試合はね、うん、でもカトリーもだいぶちょっとずつ良くなってきてるような気がするんだよね、うん。あとはもう亀井さんは最近新技を ね, ね、身につけてるから、くどめドライバーね、はい、あらそんな名前なの。そう、いや分かんないけど、いやいや、う技はね、技自体パクってきたのはそっちでしょ、くどめドライバーでしょ。だから亀井さんはやっぱあの FMW を吸収しに来てるんで。あのそう、亀井さんがその最近やってるのがあのリバースゴリースペシャルボム、うん、って技なんですけど、知ってる知ってる、でしょ、うん、それはその、ね、FMW の頃に工藤めぐみさんが使ってたくどめドライバーで、まあ、あと亀井さんが使ってたんだけど、その他にも例えばタイガードライバー使ってるんだよ亀井さんって。ああ使ってる。タイガードライバーはあれも多分あのバッドナース中村のですよね。だからバッドナース中村の、私たちちょっと遅いな。そう、バッドナース中村の、はい、タイガードライバーをきっと僕はインスパイアしてると思うんで、うん、最近の亀井さんは多分 FMW 女子インスパイア系レスラーなんで。ちょっと待って、なんでインスパイア系ってなっちゃうの。カムイっていうオリジナルだろ。いや、そうだけども、うん、今のカムイさんがこうまとっているいろんな技とかだったりはやっぱちょっと今 FM 女子 FMW インスパイア系レスラー、インスパイア系レスラー、他に多分そろそろあのシャーク土屋さんの技とか、知らないよまた殴られてクラッシャー前止まりさんの技とか急に使い出すね多分。楽しみに楽しみに。まあでもね、まあ、真面目な話に戻りますとね、やっぱカムイさんってスーパーモードに入るとめちゃくちゃ怖いじゃないですか。うん、そうね。だから俺は逆にカトリにそれを引き出してほしいなと思うんですね。うん、いやカムイさんをキレさせるぐらい言ってくれないと面白くないよ。そう、うん、カムイさんキレすぎると結構周り見えなくなるところがあるんで、うん、そこは結構勝機は出てくると思うけど、うん、逆にね、そこで丸め込みが光るところかな、うん、そういうところはちょっとカトリのねおっていうところを見たいね、見たいですね、はい、次行きましょうか。次行きましょう。いらん話がありましたね。いらん話がありました。コメント入りました。はい、はい、なんと佐々木隆さんから、わお似てるー、帰るかな、帰るかな、東北大好きおじさん見てるよ。仙台頑張ろう、仙台頑張ろう、頑張ろう、見てました、見てましたね、おじさん見ちゃってたね。代表、俺は何も言ってないですか。はい、誰も何も言ってない。お前なんだよ、なんだよ、支えておかんみたいな。はい、じゃあ次の試合参りましょうか。はい、はい、続きましてシングルマッチ。おこれはすごいカードだ。源太郎 VS 高岩達人。おすごいですね。これはどう、ここはあの君的な見どころといえば、うん、いやもうこれはもう完全な黒パン対決でしょう。いやそこ、うん、いやだからこそ今のこの昨今のきらびやかなプロレスとかけ離れた戦いが見れるんですよここは。わ、うん、かる。 それがあの間接的にディスってない、大丈夫、大丈夫、大丈夫、これディスってない、そういうその古き良きプロレスが見える、古き良きプロレス、古き良きプロレス、これちゃんとしたことだから、それは素晴らしい、そうでしょ、うん、でただもうこれさっきも言いましたけど、多分源ちゃんはこの試合はマジモードで来ると思うのよ。いやー、うん、来るだろうね。だから高岩さんのことは本当にね、心の底からやっぱリスペクトしてるから、うん、だからマジゲンがここで多分マジゲン、ゲンマジが、そう、あ、ゲンマジが、ね、ゲンマジが見れて、でその上で高岩さんの研究をこの人めちゃくちゃしてくるんですよ。してるね、そう、本当に勝ちに行くプロレスをしに来るから、うん、そこはちょっと楽しみだね。そう、これはね、僕は本当ちょっと今吉原を吉原しか知らない人たちにぜひ注目してほしいカード、うん、はい、まあ、いい試合になるよっていう、はい、そう、高岩さんに関してはもう俺らが言っていいやっぱレベルの人じゃないんで、そう、はい、僕らが語れるようなレベルの方じゃないんで、まあ、何も言わないです。はい、わかりました。、はい、次行きましょう、次行きましょうか、次行きましょう、はい、ぜひご期待ください。はい、では続きまして、お、来ましたね、スクランブルバンクハウスストリートファイトタッグデスマッチ。はい、佐々木隆、山下里奈 VS ダブプロレスからですね、軍曹青木又郎。おお、これはすごいですね。どうですかね、佐々木隆さん、この試合。
久しぶりにダブ勢がねえ、どうすか佐々木隆さん、この試合は。山下リナと組んでグースは明けたパッケンしていますうるせえ、はい、もう知りませんよ、はい、知りませんもう、はい、いやこれでもね、どうすか正子さんから見て。いや俺から見て、はい、いやもう全て語ったからいいじゃん今佐々木隆さん本人が今ね、うん、今熱いことを今俺ビデオ通話したから今こうやって怖えな、電話マジ電話してるか、今から見ててくれたら、ちょっと電話してみようかな、マジで、うん、出るかな、ちょっと繋いでてください、うん、はい、まあ正直これ僕の見どころは軍曹と青木マタロウってなんかここ最近やっぱダムズでも大阪大会しか出てなかったのかな、この年末のあれは出たのか、軍曹が。だからちょっと楽しみではあるよなって思ってる。そのままコメントしてもらっていいですか。そうでしょ。あ、見てます。はい。あ、今佐々木隆さんとつながりましたんで、これスピーカーフォンにすればいいのかな。ちょっと待ってくださいね。スピーカーフォンです。音を上げ。はい。これつながってます。いいですか、隆さん。あ、つながってます。あ、OK です。はい、じゃあこのまますいません。この試合に関する意気込みをお願いします。意気込み、俺はね、ダブのね、音楽を鳴らすのがあんま好きじゃないんだよね。はい、おう、だからね、もうダブスタイル否定派だから俺は。怖っ。ここはもうイデオロギー闘争だね。あ、なるほど。うん、フリーダムズスタイル対ダブスタイルの、そうだね、はい、この戦い、それは試合中に誰が音楽を切れっていうことがあるってことですか。俺もう音響に言っとくから音楽を切れ、はい、いや、はい、じゃあこれはちょっとフリーダムズのスタイルが勝つのか、ダブプロレスのスタイルが勝つのかっていう、その本当威信をかけた団体の威信をかけた戦いですね、これは。もうこううちのリングだから。そうですね。おー、確かに。別にダブスタイルに合わせる必要ないからね。そうですよね。軍曹が出るからといって音楽をかける必要は本来ないわけですからね。ないからね。おー、そんな決まりは。はい。じゃあ、ここぜひ、高橋さんにダブプロレスを討伐していただき、フリーダムズのリングここにありというところを見せていただきたいと思います。任せてください。はい。じゃあ、これで、東北の件はなしということで、よろしくお願いします。いや、別に俺東北大好きおじさんなんだ。大丈夫ですか。はい、うん、みんな好きだろ。だってみんな好きですよ。みんな好きです。俺は東北ラブですよ、僕たちは。だろ、はい、みんなで叫ぼうぜ、アイラブ仙台を。アイラブ仙台叫んで叫びましょう。もう明後日ですからね、仙台も。そうだね。はい、じゃあ頑張りましょう、高橋さん。うん、頑張ろう。はい、すいません、突然の電話すいませんでした。大丈夫、続きを見てるからね。あ、すいません、ありがとうございます。はい、天の声さんにモノマネしないように言っといて。はい、お伝えしておきます。おい、はい、では失礼いたします。おう、ね、頑張って、引き続き、はい、はい、ありがとうございます。おーい、いや、日向こいつ悪いやつだね。いや、ねえ、いやでもこいつ悪いやつだね。いやでもね、高橋さんからちゃんとね、うん、声が聞けてよかったじゃないですか。よかったよかった、ね、そう、確かになってね、思いましたね。なんか、軍曹が出る時って当たり前に音楽鳴ってるけど、うん、ね、それをする必要は果たしてあるのかっていう。ないから ね、なんか、ね、なんか、まあ軍曹出るし多分音楽鳴るんだろうなみたいな感覚でやってたけども、うん、ちょっとふとね、おじさんにまた怒れちゃうから高橋さんにね、ちょっとふとちょっとこれは気づかされたなと思いましたね。うん、うん、ぜひね、フリーダムズの代表としてこの試合は音楽を止めろと。そう、ダブプロレス色で終わらせず、ぜひフリーダムズ色としてこの試合は完封してもらいたいですね。はい、はい、楽しみです。はい、楽しみにしてます。お願いします。はい、じゃあ続きましてセミファイナルですね。セミファイナル、キングオブフリーダムワールドタグチャンピオンシップ、はい、形式も本日決まりました。ガジェットボード&流星戦ボードプラス、巨大ネズミ取りデスマッチ、在19代王者、杉浦徹、平田智也組 VS、挑戦者組ドブネズミフッキー最上9、第19代王者、杉浦徹平田智也組は5度目の防衛戦でございます。はい、そうだ、まあ、さっきちょっと仙台の時にもちょっとちらっと話しましたけど、はい、うん、まあ、本当ちょっと ね、今までのタイトルマッチって結構もうね、
まあいろいろそのね煽り合いみたいなのもありましたけど、うん、なんだかんだ試合はすげえ気分よくできたんですよ、うん、いい位置流せるし、まあ通常ルールでも試合してきたんで、うんうん、楽しみな試合だな、楽しみだな、早くこの試合やりたいなっていう気持ちが多かったんですけど、なあもうこの試合に関しても本当に今怒りしかないんですよ、うん、結局君今日餃子食ったらでもずっと怒り狂ってたね。マジで王将でも怒ってたから、うん、そうな本当腹立つんですよ。だからもうちょっと平田には申し訳ないんですけど、ちょっとここはもう完全にちょっともう俺が行かしてもらうんで、うん、はい、あ杉浦一本で、杉浦一本全然、いやいや杉浦さん、うん、あれお前天の声じゃないの。いやもう僕もいるんで、あもう一緒に力合わせてやりましょうよ。まあそこは分かるんだけど、うん、でもやっぱ俺はねこのやっぱ男として悔しいのよ。そこはレスラー、プロレスラーとしてやられた分はやっぱやり返さないと、もうな俺のプライドがそこはやっぱ許さないんだよね。うん、プライドっつっても2人でタッグチャンピオンだ。いや分かりますよそこは、まあ、ここまでやっぱね、まあそれは平田が必死になって取ってきたベルトで、こうやっていっぱい力を合わせて頑張ってきて、平田が頑張っていろんな防衛戦もやってきたわけですよ。だから俺はすごいやっぱこいつに助けられてきたし、そのねいろいろこいつのおかげで僕自身も上がることができたんで、でもそうやってこいつが頑張ってきてくれたベルトをもうお持ち扱いされてるんで、それがやっぱ悔しいんですよ僕は。うん、で何最上級に関してはもうね自分の団体に持って帰って、うん、2AW のいろんなとこ大会持ってって持ってくわ、山形の実家まで持って帰るわ、うん、完全におもちゃんされてるんですよ僕らが、うん、あの必死になってこの取ってきたベルトを守ってきたベルト、ね、そう守ってきたベルト、そう、うん、でまあ今日も会見でも、うん、次はマザー牧場か鴨川シーワールドに連れて行きたいですね。バカじゃねえのこいつら、うん、遊んでんじゃねえんだよこっちはっていう、ちょっと本当にちょっと僕も怒りがちょっと収まんないんだマジで、うん、なんで最上からコメント来てます、うん、ウェイ杉浦君、平田君見てる、今からベルトちゃんと一緒にこの前起床した時に買ったサクランボチップス食べます。サクランボチップスってね、山形県産のサクランボを使用しています。何だよ宣伝してんじゃねえよ、知らないですこれ。ライクアップしまっていいっすか。いやもうおもちゃじゃんもう、なんなんこれ、何しおかしくってんだよこいつマジで。本当にこういうねもうこういうね、うん、本当もうあのね、まあ、おもちゃだな、そう本当おもちゃにされてるのは本当ムカついっすね。もう悔しいとか通り越してるんですよもう、うん、いや怒りしかないんで、だから本当もう、もうこの戦いは完全にもう俺がマジでやりに行くから、うん、うん、悔しいね、ここはね、悔しいと思う、怒り怒りから、うん、俺がしっかりだ、ここは俺がもう徹底的にやって、俺がこのベルト取り返してくるから、ああもうそこはちょっと平田には申し訳ないけど、まあここはしっかり俺がやらせてもらうから、いや、僕のことも信用してください、分かってるけど、だから俺がやる、ね、俺がもう、もう音もうまあ分かんない、言葉にできねえわ、ごめん、まあまあいい、次の試合行こう。次の試合、はい、まあ、コメント読んでてお前は、はい、来てるコメント、コメント、はい、杉浦マン、正岡選手お疲れ様です。はい、そうです。欠場者が多くなってしまったダムズマットですが、はい、帰ってくる選手もいて後楽園ホール楽しみです、うん、はい、ところで正岡選手、はい、入場曲がやみつきです。どこで、はい、どっかで聴けたり購入できたりできないんですか。これはですね、オリジナルはインフィニティ16さんのダイナマイトっていう曲なんですよ。ただそれを歌詞を変えてダブしてくれて作ってくれてるんで、オリジナルは僕しか持ってないです。はい。なので会場で聴いてください。じゃあでも正岡さんがまたこうやって鳥小屋ズーリに出てくれたら、これが上で流れるんですね。来週も出ようか。終電の、はい、おー、はい、いや、やめくれた、ダメだよ、来週決まってるから、決まってるな来週の人決まってるからというけど、はい、じゃあ次の試合参りますか、はい、はい、じゃあ最後の試合ですね、はい、こちらがメインイベント、はい、武田正史復帰戦、ガラスボード&蛍光灯グラッジリグデーション6人タッグデスマッチ、はい、正岡大輔、笠井純、武田正史 VS ビオレントジャック、ドリューパーカー、作田敏行、はい、はい、まずこれちょっと形式の説明だけしてもらっていいですか。はい、まあもう分かりやすくガラスボードと
稽古等があるっていうのはもう見てわかると思う。まあそうね、はい。でこのクラッチリグレーションっていうのが遺恨生産っていうことなんですよ。うん、あそういうことなんですね、はい。だから正直今こうダムズ軍だいぶこう ERE 勢にやられてるわけじゃないですか、はい。で武田武蔵も帰ってきた、うん、武田武蔵と彼らの因縁もできた、うん、で正岡大輔もドリューとかいろんな人間に踏みつけられた遺恨もできた、うん、葛西潤に至ってはもう試合で取られた遺恨もできてるっていうことなんで、もうこの積もり積もったものを全てここで清算してやろうっていう、それぞれがそれぞれに対するいろんなもの、いろんなものがこの一個の試合の中に渦巻いてるんですね。そう、それを全てもうこの試合一本で清算してやろうと。そうです、素晴らしい。どうですか、王者として、王者としてかける思いね、一応ね、まあシックスメンだけどもね、やっぱ葛西潤プロデュース工業のメインイベントですからね。そうですね、デスマッチカーニバルの、はい、うん、やっぱりなんだろう、自分が思うことはまあシングル誰も挑戦してこなかったっていうのもあるけど、まあ相手にとってすごい楽しみだなっていうのはあるよね、うん、やっぱあのデスマッチトーナメントで優勝したんでしょ、ドリューパーカーって。いや俺だからもうこれね、間割っちゃうけど、うん、アメリカ行ってた時めっちゃ友達だったんですよ。おお、あそう、そう1週間いたんですけど毎日一緒にいたんですよ、うん、おお、飯ずっと毎日一緒に食って一緒にストリート歩いて、うん、お土産買ってっつって平気で裏切られてんじゃん。だから俺すっげえムカついてるんですよこいつに、うん、日本帰ってきてるのも知らないし、うん、突然イヤリー入っちゃうし、何だったの1週間は。ね、そう、俺めっちゃムカついてるからね、ドリーパーカーに。うん、そう、ごめんね、間入って君全然顔が違うけど、うん、そう、まあまあでもちょっと楽しみではあるんだよな、どんなやつなんだろうっていう、うん、まだ正直全部分かりきってないから。トーナメントの雰囲気すごかったもんね、試合過ぎたからね。あそう、まあ楽しみではあるよね。まあ誰と当たっても、うん、まあいい感じになるかな。正直もジャックはもう俺は認めてるし、そして味方にもさ、うん、武田正史、うん、そしてカリスマ葛西潤っていう味方がいるわけだけど、正直あのあれなのよ、全員が仲良くしてるわけじゃないから、はい、正直そうユニットも違うしね、なんならこっちの全員違うから、だからもうこの試合で俺がチャンピオンというのを証明するっていう意気込みではあるよね。いやでも逆にいい機会なんじゃないですか、これだけの猛者が集まって、うん、あなたがやっぱ誰よりもすごい試合をすれば、やっぱフリーダムズの王者ってすげえじゃんってで ねてかしないといけない、そう、それをしないといけないですからね、うん、王者はね、もう なんならこれだってこの6人ってフリーダムズどころかデスマッチ世界トップ6といっても過言ではないメンバーだよこれ、うん、ね、まあ君入ってないけどな俺準決勝で負けちゃったよ、ね、元々あ、そうかまあ俺には俺の戦いがあるんですよ。大丈夫、俺も行った時準決勝で負けてるからそっから這い上がってきたじゃないか、這い上がってきたな、ね、まあまあでもね、注目されるところはどうしてもやっぱ武田正史の復帰っていうところですけども、うん、ね、やっぱそれだけじゃ終わらないのがフリーダムズですからね。そうだよね、うん、まあでもみんな思ってるでしょ、それだけで持ってかれたら面白くねえって。そう、いや俺のめちゃくちゃ、俺セミファイナルですけど、セミファイナル試合違うけど思ってるから、うん、はい、それはね武田正史帰ってきた、そういいよ、これいい刺激だよマジで。いやだからね、そう、武田正史帰ってきた、もうね、その反応しかほぼ聞かなかったから、その、うん、あの乱入の後ってね、そうあるな、そうだからやっぱね、確かにね、帰ってきて嬉しいっていう気持ちもあるんですけども、うん、逆にそれがやっぱジェラシーに感じなかったらプロレスラーじゃないじゃないですか。わかる、ね、うん、俺たちやっぱ一番になりたくてプロレスやってるんで、そう、はい、一番になりたいし誰よりも上で試合したい、うん、そう、欲の塊ですからね。そうだね、はい、いやでもそれがないとダメだよ、ダメだね、そう、お互いにね、うん、そういう刺激がないとね、うん、カリスマの言葉言っちゃったけどパクっちゃ、そんなこと言ってるのにパクっちゃったけど、カリスマのあのポスターに思いっきり入ってるから俺たちにもっと刺激をくれ一番になんねえとって言ったとたんに俺パクっちゃったんですね今いやでもいい刺激が入ってるよ、はい、いやそうですね、ドリューパーカーに武田正史、そう、もうあとはもうみんな猛者揃いだし、いやこれはだから
ね、大会トータルで見ても多分とんでもない大会になると思うんで、うん、はい、ね、ぜひ皆様ね、7月10日コーラケンホール大会、これ本当逃したらもうちょっとやっぱ行けばよかったって言ってからじゃ遅いんで、遅いね、遅いんですからね、はい、もう思った瞬間に行動ぜひしてください。はい、ではですね、7月10日コーラケンホール大会の、大会の方もですね、大会詳細の方もじゃあ見てまいりましょうか。はい、7月10日日曜日、葛西潤プロデュース工業東京デスマッチカーネバル2022ボリューム1、18時会場、18時45分、開始予定で、前売り券は最前列スーパーシートはすで、に完売でございます、そしてですね、ちょっと僕がこれ今すってきたのはちょっと古い資料なんで、ちょっとチケットの方をですね、もう一度、あ、ちょっと下下げてもらってもいいですか。はい、7月10日がですね、はい、最前列スーパーシートは完売、特別リングサイド席は6500円、当日7000円、リングサイド席は5500円で当日6000円、そして指定席は4000マイル券4500円で当日5000円でございます。なんと今大会はですね、ソーシャルディスタンスを設けないフル仕様で開催となりますので、おお、はい、いやでも本当に何だろう、うん、これは葛西潤プロデュース工業ってなってるけど、うん、毎回毎回すげえデスマッチを毎回やるじゃん、うん、どこの大会だろうが、そうね、はい、うん、でそれのなんかこう1年でも結構大きめのイベントだから、うん、見てて損はないっすよ。そりゃそうだよね、うん、だから逆に僕たちは葛西潤プロデュースっていうのでやっぱね、まあ、そのやっぱ葛西さんのお名前で、まあ、お客さんがやっぱね集まるっていうところはあるけども、うん、俺たちはそれにやっぱいつまでも甘えてちゃいけないし、そういくら葛西潤の名前があるとはいえ主役は俺たちだっていう気持ちでやっぱいますからね、うん、はい、そこはやっぱねジェラシーと欲で欲でジェラシーと欲でみんなで一番を競っていきましょう。欲張っていきましょう。はい、じゃあその他の大会もね、少しだけ詳細の方で行ってまいります。ね、開幕戦が終わりましたら7月21日には、新規ファーストリング大会18時半会場19時開始ございます。はい、ありがとうございます。はい、そしてその後は7月31日に、静岡ツインメッセ大会がございます。はい、12時半会場13時開始で最前列は完売、リングセット下げ5000円でございます。はい、こちらが終わりましたら8月12日金曜日、新規はファーストリング大会がございます。はい、でその後に8月21日、大阪アクティブスクエア大東大会、大阪大会ですね、はい、Kプランが張り切っております。はい、そしてデスマッチカーニバルは最終戦が8月29日、はい、月曜日ですね、後楽園ホール大会が、ボリューム2で、はい、最終戦となっております。はい、ぜひ皆様デスマッチカーニバルフリーダムズの、ね、暑い夏が世界で一番、ね、ね、暑い夏ここで見れますので、ぜひフリーダムズの皆様追いかけてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もね、お時間の方がもう少なくなってまいりますので、あそこでですけさん、はい、じゃあ本日の最後に皆様にご挨拶をお願いいたします。はい、ご挨拶、うん、最後のご挨拶を、うん、はい、今日見てくれてありがとうございました。はい、これからもこのベルトは誰にも渡す気ないけど、うん、なんだろう、とりあえず誰でもいいよ、このベルトを満たしてくれる人だったら、はい、挑戦してくれて、はい、待ってるから。ね、まあそういうわけで、まあ僕もね、ここからタッグタイトル戦が控えてるんで、はい、まあまあ奴らにはねしっかり恥かかされたのに返しに行こうと思うんで、巨漢お前もなんかあるか最後。はい、もうこの試合、まあ、杉浦さん一人でピリついてますけど、もうきっちり力をして取り返しに行くんで、はい、やってやりましょう。OK、まあそんなわけでね、カーニバルもついに始まりますんで、なんと来週の放送はプロデューサー葛西潤がやってきてデスマッチカーニバル直前スペシャルとなります。皆様ぜひ来週の放送もご覧くださいませ。それでは本日もありがとうございました。ささやかく